ナイトンチャンネルです。今回はお菓子を紹介します。今日はこれ、カルビーのポテトチップスイカ人参味です。カルビーさんからいただきました。ありがとうございます。カルビーさん、ありがとうございました。イカと人参で合わせたやつなんだ。そう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 、イカ人参っていうパパがね、生まれた福島県っていうところの郷土料理なんだって。ちょっと気になる味ということで食べてみます。食べてみます。見てこれ、イカ人参味のポテトチップス。お、僕は福島県出身なんで、イカ人参っていうのが、もう常備されてるみたいな感じであったんですが、あ、ここにね、ちゃんと福島の味って書いてますわ。食べた食べた、イカ人参。はいはいはい。これが出たと。食べてみましょうか。食べてみどんな味なんでしょう。おお、すごい濃い匂いが。あ、そう。どれどれ。こういう匂いだっけ。あ、イカの匂いが、イカの匂いがしますな。たあー、だ、でもいい匂い。ちょっと。イカ人参の匂いかって言われると、ちょっと微妙な気がする。ちょっと。イカ人参って、ちょっと食べたことない人に説明すると、イカと人参と、お酒、日本酒を入れるんですよね。はい。日本で、酒。日本酒を、そう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 。で、ちょっと発酵させてるのかちょっとわかんないですけども、漬け込んで食べるものなんで、ちょっとね、アルコール臭がするんですよね。いただきます。まあ、色はね、普通の色。一枚じゃ分かんないんじゃない？感想言っていいですか？普通のポテチです。匂いがじゃあイカっぽいって感じ？イカっぽい感じ。イカの匂いもそんなしないっすね。なんか普通にコンソメ味のポテチ食ってるみたいなイメージ。あ、おいしい。美味しいんでしょ？おいしい。美味しい、美味しい。美味すしいんごだけど、い。確かにコンソメっぽい。そう、イカ人参って言われると、みたいな。でもほんのりイカをそうそう感そう。じる。ほんのりね。ほんのり。ほんのりね。で、醤油っぽいっていうか甘めあ、なそうそうそう味そうそうそう。付け だから、感コじ。ンソメ風味より若干醤油風味よりの、それにプラス、イカの風味がほんのりついてる。おいしい。まあ、美味しいですよ。おいしい。美味しい、美味しい。イカだけど臭みとかもないから、普通にね、パッまあ、多と。分これ以上、イカの風味とか出しちゃうと、ちょっとね、癖が出るのかなと。ほんのりイカの風味と、まあ醤油の甘さっそうていうそう。か。で、あと最後にしょっぱさ。これがね、おいしい。でも、本当に美味しいですよ。すごいおいしい。止そうまそうんそない。うそう。もう半分ぐらいの。やっぱね、ポテトチップスわ、カはルビーだね、ね。外れはない。外カルれビー。ない。カルビーが美味しいね、何より。僕、かた焼きポテトが好きなんですよ。ブラックペッパーが。おいしい。そうそうそう。だから、カルビーはもう外れはないかなと。普通に美味しいです。はい。はい。さすがカルビー。っていう感じがします。カルビーさん、ありがとうございまありがとうございます。す。食べます。いただきまおいしい。ーす。おいしい？いただきまーす。おいしい。どんな味がする？なんか、イカと人参の、なんか、甘さがある。イカと人参の甘さがある。すごいね。そこまでわかる。止まらない。おいしくてたまらない。めっちゃおいしい。これが絡まっお。これが絡まった。あ、オッケー。ずるい。あ、クラスに。あ、こっちだけの方がオッケー。カルビーさんが、本当は作ってくれた、なんか嬉しいなって気持ちになってます。
パリしてて、なんかちょっとふわふわしてて、なんかすごい噛みやすいように、うん、お家だいやいいおーマッチョもう完食早い美味しかったね。やっぱポテトチップスはね最強ですね。すごいね、うん、チャンネル登録よろしくね。バイバイ、また見てね。